学園前、学園前は奈良県北西部の地域である。奈良市西部、伏見、富尾から生駒市にまたがる。近鉄学園前駅を核とする。西の軽丘陵の一部にあたり、近鉄の主導で1950年頃から宅地開発が行われ、住宅地が広がっている。中心となる近鉄学園前駅は特急停車駅であり、大阪市まで、 約20分というアクセスの良さから、近隣の東尾家球や手塚山と共に、大阪市内に勤務する重役が住居を構える、高級ベッドタウンとして歓声な宅地が広がる。学園前の名前の由来となった手塚山学園は、学園前駅の南口から徒歩1分である。学園前は、奈良県の北西部、奈良市と生駒市の境界付近に位置する。地域の核となる、学園前駅は、 奈良市の西部にある。学園前駅から直線距離で奈良市役所までは約5トル生駒市役所までは約4 5トル離れている。大阪市中心部から2 5トル圏内、神戸市中心部からは5 5トル圏内、京都市中心部から4 0トル圏内、奈良市中心部から1 0トル圏内に位置するため、学園前駅から電車に乗車すると、 大阪南馬駅まで30分弱、京都駅まで40分強、近鉄奈良駅まで約10分の所要時間で到着できる。学園前に位置する住宅地と学園前駅間は路線バスを利用して移動できる。さらに2006年に開通した近鉄京阪那線を利用すれば学園前駅の北約 3km に所在する、学園奈良富川岡駅や北西約ートルに、 所在する、学園北生駒駅から地下鉄本町駅まで40分弱で移動できる。学園前駅南側には、奈良市役所西部出張所が設置されており、奈良市西部地区の行政サービスの拠点となっている。現在の、学園前は、旧生駒郡と美雄町東部、生駒郡伏見町北部、生駒郡平城村西部、以上、現奈良市、生駒郡北山戸村南部、以上、 現意駒市に相当する地域である。旧自治体の境界線が通る地域が開発されたため、奈良市域に学園地区自治連合会を設立する際、旧自治体ごとの自治連合会との接触が紛糾し、最終的には強引にまとめ上げたというエピソードがあっている。奈良市役所西部出張所の前身は、学園地区自治連合会の要望により設置されたが、 このような学園前の位置に起因する問題が紛失し、現政部出張所の設置までには相当な努力が必要だという。学園前は学園前駅を最寄り駅とする一帯の地域名であると認知されており、自治体の資料、新聞、住宅情報誌などにその名が登場する。しかし、自治体が告示などで定めた正確な地名ではないため、学園前の範囲は1位に、 定義できない。1982年に発行された参考文献では、当時の奈良市政部出張所長への短いインタビューを交え、学園前の範囲には以下の三節があると述べている。1970年に発行された参考文献の中で、森田勝元学園地区自治連合会長で、当時の奈良市議会議員は、学園前の範囲を定義するのは困難であると、 前置きした上で、上記3の説では、漏れる地域があるとし、学園前駅前のショッピングセンターを利用される方々の住む範囲を、学園前と定義している。奈良市公式ウェブページのコンテンツでは、奈良市の都市計画の例として、学園前を取り上げている。このウェブページでは、学園前駅より、北方、南方に離れた地区の開発を、 学園前開発の流れとして設置し、学園前駅周辺の住宅開発時期を地図と年表でまとめている。このコンテンツに掲載されている地図が示すのは以下の範囲である。開発年代順に並べた上、2008年現在の地名に置き換えて記述している。学園南、学園北、百楽園、富ヶ丘、鶴舞西町、鶴舞東町、学園大和町。 千代が丘、西富が丘、東、富が丘、中富が丘、南富が丘、藤野の木台、中山町西、学園前、緑が丘、朝日町、昭陽台、学園中、北富が丘。学園前のある、奈良本期生誕の丘陵地帯は、西から東へ、春脈の伊駒山地、八田丘陵、そして西の軽丘陵と続く。伊駒山地は、 海抜平均400メートル、八田丘陵は海抜200から300メートル前後、一番東の西の軽丘陵は海抜100メートル前後で奈良盆地へ至る。学園前はこの丘陵地帯のうち西の軽丘陵に所在する。西の軽丘陵の東側には平城系の西の堀川と呼ばれた秋篠川が南北に流れ、西側には 聖徳太子の時代、富の川と呼ばれた富小川が南北に谷を形成している。西の軽丘陵は秋篠川と富小川に挟まれ、南北に細長い形をしている。北方の京都府南部付近が一番東西に幅広く、丘陵が広がっており、奈良市に入ると幅 4km 程度、南下するほど幅が狭くなり、最終的には幅 1km 程度で、 郡山城付近に達している。丘陵の南北の全長は約 18km である。学園前はこの全長約 18km のうち、北部から中央部にわたる東西幅約 2km、南北約 8km の細長い場所に住宅地を形成している。学園前の最高地は北部北、富ヶ丘山弓付近で約 180m 前後である。 学園前駅付近では150メートル、南部では100メートルくらいである。西の軽急陵の分水嶺は、急陵の西側に偏っており、分水嶺より西側では、分水嶺から富尾川まで500メートルくらいの距離で、急斜面を形成している。一方、分水嶺より東側は緩やかな斜面になっており、分水嶺から秋篠川まで2キロメートルに達する箇所がある。 分水嶺から東側では、秋篠川方向に、小川が流れ、浸食国を形成している。西の景球量ではこれら浸食国に水田が形成された。これら浸食国は、奈良盆地周辺の特徴に漏れず、水源地が浅いため水不足になることが多く、不足分を補うためのため池が各地に構築されている、あと、近鉄不動産の社長であった。 泉一郎はこの東側の緩やかな斜面を住宅地にとって理想的な地形と表している。学園前のある西の軽丘陵の地層は、高深夜にできた砂礫層を主とし一部粘土層となっている。この地層は山徳が砂礫層で中央部が河口岩である八田丘陵。河口岩や半霊岩でできた生駒山地よりも侵食されやすい。生駒山地、八田丘陵。 西の系給料のうち西の系給料が一番低い、給料となっているのは一番侵食されやすかったからである。柔らかい猿奇層は宅地造成に適しており、地形だけでなく地層も住宅地にとって好条件であった。また、学園前の東南部には他の地域と比較して粘土層が多く挟まれている地域がある。この地域は赤肌山と呼ばれ、 粘土層から算出される粘土を用いて赤肌焼きが製造されている。学園前は奈良盆地と同じく内陸性気候である。奈良、山と郡山、生駒市鉱山の気象観測所の観測資料から外観すると気温は年平均摂取13度前後、夏と冬との気温の差が大きい内陸性気候を示す。冬はやや底冷えする。風は北西の風が多く、 冬の乾燥した季節風が強い。この風を生駒マおろしと呼ぶ。この生駒マおろしの影響で奈良地方気象台のある奈良市中部に比べ生駒山に気候が近く、標高に対する気温減率に反する。冬季は昼間に生駒マおろしが吹き、朝晩に無風なため放射冷却が奈良盆地より強く、結果的に奈良地方気象台のある。 奈良市街地に比べてに摂氏3度気温が低くなる。最寒月の平均気温は摂氏1.5度。奈良は摂氏3.8度、生駒山頂が摂氏0.8度下記は奈良盆地と同じく気温は高いが、夜間にやや肌寒くなる。降水量は年平均総量 1450mm くらいで、日本の平均よりも少ない方である。降水量が少ない影響で、 奈良盆地やその周辺では乾燥しやすく、また大きな河川が存在しないため水不足に悩むことが多かった。宅地開発以前は灌え用水の不足、宅地開発後は浄水の不足に悩んだ。奈良の水不足を表現した山和豊作米食わずということわざが伝わる。山和国が水に恵まれ豊作になると、他の地域では雨が多すぎて強作になり、 米の値段が上がって庶民は米が食べられなくなるという意味である。学園前は奈良県植物地陸の内奈良北部植物区1駒、マ、混合植物区西の京急漁区に属する。西の京急漁区は、狭窯層を主とするため植物の生育に適しておらず、赤松林や雑木林を主とする植物区である。特に学園前には松林が広がっており、 開発前から開発初期にかけて、学園前周辺では、赤松林での松竹狩りが観光資源となっていた。他に松を切り出して、炭にするための炭焼き用が、駅の北側に存在したという。また、2008年現在、学園赤松町、旧富尾町大技2名生じ、赤松という地名が残っている。社寺には荒かし白かし日椿、 ネズミ餅などの団地性常緑紅葉樹による林が構成される。雑木林にはクヌギ、コナラのほか、コバノミツバツツジ、シャシャンボ、ヒサカキ、マルバハギ、ネザサなどが見られる。東美家ケ高等学校、東美家ケ北中学校の交渉は、所在地周辺に生育していたツツジ、コバノミツバツツジをモチーフとしている。学園前には大規模な河川は存在しないが、 新植国による小さな河川がいくつか存在する。また、新植国による河川をせき止めた大型のため池がいくつか残っている。一覧を以下に示す。学園前という地域名の由来として通説になって、いるのは手塚山学園の最寄りであったからという説である。1941年、富尾駅、小淵駅間に手塚山中学校が開校し、 翌1942年、学園前駅が開設された。人家などのランドマークがない場所に、学園だけが開発されたため、学園前が地域名の固有名詞となったとされる。実際に、近鉄電車に乗ると、学園前駅への車内到着前アナウンスで、学園前、学園前、手塚山学園前と、アナウンスされるのを聞くことができる。 一説として、高橋聖一が、奈良大学名誉教授の野崎清隆から教授された説がある。野崎清隆によると、学園前の地名の由来は、戦前に計画されたものの実現しなかった、慶応義塾大学の文校計画にまでれるとしている。慶応義塾大学の文校計画話が、ルフしていたのは事実で、美濃割マデンキは、慶応義塾大学を誘致するため1918年、 大正7年頃と夜中村に用地を求めている。学園前の宅地開発は国や自治体のニュータウン計画に沿った開発ではなく民間主導で進められた開発であった。1950年に近鉄が学園都市を目指して学園前南地区の開発を始めた。その後近鉄の計画に参加した住宅都市整備公団奈良市住宅協会や 多数のデベロッパー、大和ネオポリス開発、常数工業、日清不動産、野村不動産、住友不動産、伊藤中不動産、東急土地開発、食産住宅などにより、年次ごとにブロック単位の開発が進められ、給料地の開発の手は駅を中心に南北へ延伸していった。民間主導によるブロック単位の開発を進めることで、 学園前には10万人規模の街が出来上がった。しかし、街がブロックの断片的な積み重ねでしかない状態を生み出す弊害が生じ、各ブロックごとに街路の方位や街区が異なる、ブロック間のつなぎ部分で交通体系上の問題が生じる等の課題が現っている。交通体系上の問題は交通渋滞を引き起こし、学園前が当初目指した良好な住環境を持つ、 学園都市とは異なる発展を遂げた。学園前では、関西電力が電気の供給を行っており、関西電力なら支店なら営業所が管轄している。2002年現在、学園前周辺には一時変電所として、新 E コマ変電所がある。新 E コマ変電所には 500KV の送電線が4、系統、275KV の送電線が2系統。 154KV の送電線が3系統接続されている。500KV 級の送電線の内北川地線は、西京都編電所に接続される大井幹線などを経て、大井発電所をはじめとする若狭湾周辺の原子力発電所につながる。2005年12月22日、雪害のため、大井幹線、大井第二幹線の両送電線からの送電が停止し、 近畿地方の約70万世帯が停電した際には、学園前を含む、生駒市、蛇町、東大阪市、木津町、鴨町などで停電が発生している。学園前に電気がやってきたのは1918年、頃である。1913年、大阪電気起動は、鉄道事業開業に先立ち電灯事業を開始した。1918年、 大阪電気軌道は常用出力1 3 0 0ットの放出火力発電所を持ち、大阪市から1 6 0ットを受電しながら、現在の学園前を含む生駒マに電気を供給していた。しかし、大阪電気軌道は1930年、1938年には自力での発電を行わなくなり、すべての電力を受電に頼るようになっている。 1931年の統計では、大阪電気軌道の電気供給事業は、宇治川電気よりの受電が半分以上、他に大道電力、日本電力、合同電気からの受電で成り立っていた。学園前を含む地域への大阪電気軌道、関西急行鉄道による電気供給は1942年まで続いた。1941年に交付された、電等整に従い、 1942年に関西急行鉄道を含む関西大手電気供給事業会社14社は関西配電、現在の関西電力に統合され現在に至る。学園前では大阪ガスが天然ガス 13A を供給している。2005年現在、学園前は大阪ガスの区分で北東部地区に属する。学園期待庁目には 大阪ガスの奈良事業所が存在する。奈良事業所は1963年に学園前へ移転した大阪ガス奈良営業所を元とする。奈良営業所は1910年に設立された奈良ガスが大阪ガスと合併する子になった1945年に設置された営業所である。学園前を縦断する形で近畿幹線第一東部ラインと呼ばれる。 高圧幹線が付設されている。近畿幹線第一東部ラインは1967年に建設が開始された大阪ガス発の高圧幹線である。大阪東部、奈良地区で行われていた 6C によるガス供給を天然ガス 13A に移行するため、また供給末端である京都、市外の大量のガスを輸送するために建設された。近畿第一東部ラインは、 戦北工場を起点とし、堺市、藤寺市、大和氷山市、奈良市を経て、平方供給所に至る。総延長は 79km、関係は 600mm、最高圧力は2.5五パである。ガス管には API-5LX42 と呼ばれるアメリカ石油協会ハイテストラインパイプ規格の管を用いている。奈良地区での建設反対運動を説得の上、 1972年に完成した。1977年には、戦北工場に、戦北第二工場を増設している。学園前では1970年から1972年にかけて、高圧感染不設を問題視し、大阪ガスと交渉を行ったと記録されている。浄水の不足としては1965年に、 学園前の北部周辺で大規模な断水が続き、大問題となった。富を井戸、原廃市、奈良市東部の菅原ダム、大淵幹線、富士の基調水池の完成により、1970年頃には、上水の不足は解消している、奈良市の上水道緊急事騒後利用協定。学園前の下水道は、奈良市域、生駒市域とも最終的に、 県営下水道の大和川上流流域下水道台1処理区に接続されている。ただし、分水嶺を超えて、淀川水系の流域に属する鹿の台は、生駒市の単独公共した道が整備されている。大和川上流流域下水道第1処理区は、大和川右岸の下水を処理し、大和川の水質を改善するため1970年に事業が開始された流域下水道である。 奈良県で初めての流域下水道事業であった。共用開始は1974年である。学園前の下水は、府小川幹線、関係1800から1100ミ、mm、リメートル、延長約14キロメートルを通り、近鉄柏原線ファミリー公園前駅西側の、週末ところ場、浄化センターで処理され、大和川に放流される。 鉄道では JR 西日本が治める地域はなく、もっぱら近鉄が担っている。学園前の開発と共に発展したのがバス路線である。学園前近辺は給料地帯のため発達している。学園前駅前には金賞ストアと名店街。ここでは専門店街をサスで構成されたショッピングセンターパラディがある。2008年現在、 1984年にオープンしたパラディアイ。1991年にオープンしたパラゲ E から構成される。パラディの前身は学園前初の大規模小売店舗学園前ショッピングセンターである。学園前ショッピングセンターは学園前駅北側へ1960年に設置された学園前第一ショッピングセンター。 第一ショッピングセンターに隣接して1963年に設置された学園前第二ショッピングセンターから構成されていた。1960年代当時の学園前第一ショッピングセンターは全国でも珍しい円形の建物あり、同じく円形の手塚山学園の校舎と共に長らく学園前のランドマークとなっていた。開店初期は学園前第一ショッピングセンターに 金ショーストア、金鉄パーラーが入居し、第一、第二ショッピングセンター両方に、名店街が入居していた。学園前第一ショッピングセンターに入居した金、ーストアは、金ショーストアにおける、第一号スーパーマーケットであり、日本で初めて生鮮食料品にセルフサービスを導入したスーパーとして、業界や買い物客からの注目を集めた。 1970年代には、金賞ストアが第2ショッピングセンターに移転し、近鉄パーラーが北京料理百楽に業態変更されるなどの改装が行われている。1984年、学園前、ショッピングセンターの北側にショッピングセンター新館、現、パラディアイがオープンした。学園前第1、第2ショッピングセンターは、ショッピングセンター新館をオープン直後、 学園前駅北口拡充工事のため取り壊された。跡地には奈良交通バスセンターとタクシー乗り場などへ通じる道路、そして1991年にパラリーンが開店し、現在に至る。1970年代後半、大手スーパーは学園前周辺への出店を目論むようになっていた。1982年の新聞記事には緑台ショッピングセンター、 中山町パークサイドセンター、ショッピングバザー、富尾の出店が計画されていると記述されている。これら出店計画に対して、交通渋滞による住環境の破壊や地元虫の一方的な出店に対して、出店反対運動が起こり、緑台ショッピングセンターは、訴訟沙汰に中山町パークサイドセンターは、商工会議所の指導により売り場面積を計画の48%に、 縮小することになった。結局、緑台ショッピングセンターは、泉谷学園前店と共に1983年開店。ショッピングバザール富尾は、ユニード、ゲイオン富尾店と共に同じく1983年開店。中山町パークサイドセンターは、サティ学園前、後に、学園前サティに名称変更として1984年に開店している。学園前サティは、 当時の日医が、サティブランドで、初めて出店した店舗であった。その後のマイカル、2003年に再建するも、その8年後にイオンリテールに吸収合併され消滅の経営破綻の際、不採算店舗に指定され、2001年に閉店した。2009年現在、学園前には、ビジネスホテルが存在しない。古代、大和国北西部は、登ミサ里と呼ばれた。 法隆寺のあるイカルや平城系から比較的近いため、登る三里には、妖人の関わったとされる伝説が残っている。聖徳太子が亡くなった際、三杖大部は、以下のような和歌を残したと伝わる。この、富の小川は、現在の富小川を指すと考えられている。イカルの富の小川の大えこそばが大きみの、魚名忘れられめ、押熊町の北方。 京都府相良郡聖火町から谷には、平城系造営の際に使用されたと推定される河原釜跡が見つかっている。また、奈良市と聖火町との境にある石の殻と古墳からは8世紀頃の金銀の装品が発掘されている。聖武天皇は、富尾川のある土地を訪れた際、水酢、自ら薄、水車のことを用いて農民が精米しているのを見かけ、この土地に、 三スの里と名付けたという伝説が残っており、現在の奈良市三津柄須町の地名の由来とされる。三ス三丁目にある天五賢座神社、総の宮方にいます神社は、添上軍、天元軍の天の地を守る神社として建立されたとされ、1383年、永徳三年建立の本殿、重要文化財が残っている。1914年に、 大阪電気軌道奈良線、現在の近鉄奈良線、上本町六丁目奈良高天町間が開通し、学園前に相当する地域を電車が横断するようになった。開通当時、奈良市西部には富尾駅と西大寺駅が設置されたのみで、現在の学園前駅、勝淵駅は設置されず、この地域は松林の続く人家のまばらな丘陵地帯のままであった。 富尾駅前で近売を一択されたよろず売店にて、電車開通の年に誕生した、奈良市立二名小学校の初代校長は、当時の富尾や学園前の様子を改装している。学園前駅はまだ設置されておらず、現在の学園前駅の南西には、ソマーギダに、現在の学園前駅南西の池という、小さな村があるのみであった。また、富尾側は、ホタルが生息できるほど清らかで、 富尾や学園前の付近は松茸狩りで有名であった。タヌキや狐が生息し、特にタヌキは近鉄奈良線の府小川橋梁の付近にまで顔を見せるのだったという。また、富尾駅は駅長と改札員の二人だけが配置されたのんびりとした雰囲気の駅で、駅員は電車が着くたびに対向式ホームを往復していた。たまに米ダラを積むための貨車が引き込み線に、 停車していたという。未開発であった、この地域に目をつけた大阪電気軌道は、臨時扱いで、勝負地駅を開業し、勝負地温泉と呼ばれるレジャー施設を建設した。勝負場池、勝負海池を利用した遊園地、旅館が併設され、大阪から遊戯客が訪れるようになった。本格的な町の建設の端緒になったのは、1941年に、 大阪電気軌道の誘致により開学した手塚山中学校である。翌1942年に手塚山中学校への通学に便宜を図るために学園前駅が設置された。自ら開発前の学園前駅の最寄りに住み、学園前駅を初めて管轄した生駒駅長が設置当時の学園前駅とその周辺の様子について改装している。 開業当時の学園前駅は2面2線で1線の引っ込み線が存在した。手塚山中学校の開学は町の建設のきっかけにはなったものの、開学以降しばらくは開発へ向けての具体的な動きは見られなかった。動きが現れるのは戦後に入ってからである。学園前駅からの通勤向けバスが乗り入れる小学校区に属する町の町名と遠隔を紹介する。 町名の右に書かれた年は、旧町から新町を自治体が正式に分置した年を表す。よって、この年は、分譲が開始された年とは異なる。例えば、藤野紀代は1965年に分譲が開始され、藤野紀代と通称されていたが、奈良市中町から正式に分置されたのは1988年である。太字は、伝統的な大技。 障子に相当する地域を継承した町の町名である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。